みんな聞いてくれ。男子トイレなのにおっぱいが。おっぱいタイム、おっぱいタイム、おっぱいタイム、タイム。はい、皆さん、行きまーす。ポールダンシング歴35年、アントニオ井上です。今日は皆さんにポールダンスを教えたいと思います。みんな、よいよい、行くわよ！ということで、じゃあ、まず足を広げるの。足を広げて、そのまま、クイーつって、あー！わかった？やってみて。はい、次の動きは、こう裏から行きますわ。次は裏から行くわよ、ね、最初は表から行ったけど、ね、時には裏から行けなきゃいけない事情があるの。じゃあ次行ってみますわ。あ、じゃあいいかしら。じゃあ次は裏から攻めていきたいと思うわ。なんつってね、最初は表から行きましたけど次は裏から行くわ。じゃあよく見てて、こう高く持つことが重要なの。行くわ。こうやーっつってね。ああ先生ゲロ吐きそうだけど大丈夫よ、慣れてくるから。まあその要領で今度は前に回ってたのを後ろから行くわね。後ろから攻めちゃうなんてもう嫌だ。先生にそんなこと言わせないでよ。 Fuck。 じゃあ行きます。ここからこう行くわ。こう痛い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 。あーまた釣りそう。先生また釣りそうで下にこうグズズン。さあ次は天変地異よ、難しいのよ。さあ行くわ。パラボールズ、あー金的に当たった。さあわーわーさあわーわーさあわー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 、この高鳴りどうしてくれよ。簡単でしょ。誰でもできるのよポールダンスは。でもくれぐれもケツの筋肉に気をつけろよ。はい、ありがとうございました。バイバーす。皆さん、下ネタ専用のチャンネル作りました。エロウェジョー本格的に始まりました。自己責任で、もしよければチェックカモン。リンクは詳細に。とりあえず全部上井の上.comに載ってます。 SNS だったりよくある質問だったり僕の音楽活動英会話レッスン全部上井の上.comにあるよ。